だから吉田さん、在庫マッチっていう言葉があるんですよ。それは1人に販売しようと1万人に販売しようと在庫は困らないっていうね、常に複数の人間に対応できるみたいな概念が在庫マッチですよね。まあ通常商品売ろうと思ったら売れ数を予測して100とか1000とか1万とかっていうロットを仕入れないといけないですよね。であとはその在庫を吐かすために適切な集客をして、あんまりお客さんが来なかったら売れ残るし、あんまりお客さんが来すぎたら売り切れちゃって来ていただいたお客さんに迷惑かかるしって感じで、在庫マッチっていうのがずっとできなかったんですよね。でも今在庫マッチっていうのはデジタル商品っていうのはいくらでもできますしね、メールマガジンの登録者何人でもいいし、デジタルコンテンツっていうのはお客さんが100人いようが300人いようが500人いようがゼロだろうが全部対応できたみたいな。でしかもFX っていうのはすごいのがね、私がなんでFX 目をつけたかっていうと、一つは500年前から理論理屈が変わってないんですよ、テクニカルって言って。だからこれ今回セールスしましたけども、来年もう一回同じものをセールスしても同じ価値として売れるんですよね。これ3年後でも5年後でも一緒なんですよ。でしかももっともっと目線を広く持つと FX を学ぶ以上別に誰のどの商品買っても一緒なんですよね。だからそこがすごいなと思いますよね。だから本当に発信してる人だけが販売することができて、その人とつながってる人だけが購入することができてって感じです。 FX の商材っていうのはいつも出てるような感じがしますけども、私も FX の発信しながらね、たまにサジェストで上がってくることがありますけども、まあ FX の商材を売ってる人ってほとんど見かけないんで、多分すごくチャンスなんじゃないかなと思いますよね。こうやって出会えるっていうのは少ない再生数で出会えて、その人が自分の望む FX を販売してる。しかも50代向けとかね、60代向けみたいな感じでやっていて、それぞれの暮らしの背景を考えて1日12時間は使えないと思うから、それに適したコンテンツをやっていたりとかね。で返信も早いし、コンテンツの更新頻度もすごく手厚いしみたいな感じでね、まあ私ながらにね、そんなに FX のレベルは国内トップクラスではないと思いますけども、でもとりあえず毎月、何万か何十万か稼ぎたい人には、まあ、私が今最適なんじゃないかなというふうにね、やっぱり自負できますよね。でこういうふうに思えるのもやっぱ今まで6年間ずっと FX の講義を相場解説をやり続けてきて、アップロードし続けてきて、ずっとできたってことです。どんな時でもね、旅行中でもやってきたし、入院中でもやってきましたし、正月でもやってきたし、クリスマスでもジングルベル言ってる場合かーができたしね。でその自分がやってきたっていうその継続の自信、6年間毎日相場をね解説してる人もあんまりいないと思うんですよ。で吉谷さんは2年間ブログ書き続けたと思いますけども、いや私も6年間ね FX の相場解説をし続けた人ってあんまりいないんじゃないですかね。1日たりとも途切れることなく、しかも1日複数回ね。だこの自分のやってきた自信がこれからもできるだろうなっていう風な、なんかね未来への自信に変わりますよね、これがね。つまりね、やってきたことってのが将来に生きるんですよ。だから自分の経験の在庫がそこにたくさん溜まってるのかなっていうところですよね。この在庫も在庫マッチといって何回でも出すことができると。5年後も10年後も30年後も生きていれば、この私の経験の在庫マッチっていうのはこれからも続くんではなかろうかと思ってますね。それじゃあ行ってきます。